岡山放送、岡山放送株式会社、岡山放送、岡山ブロードキャスチング CEO、LTD は、岡山県と香川県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行う、特定地上機関放送事業者である。略称は、OK で、これは、コールサイン、ジョーディ TV、岡山 27CH の一部、OH と、かつての A 賞であった。 岡山細、KK の頭文字が由来とされる。1984年3月までの愛称は、テレビ岡山であった。富士テレビ系列、FNNFNS に属している。リモコンキー ID は、キー局の富士テレビ、純キー局の関西テレビ、関テレ等と同じ、8位。ステーションキャッチコピーは、OH、イング、オーイング、2017年3月から使用。 2018年3月31日に、スポットニュース番組、ザニュース、アルファーピックが廃止になり、富士テレビの月曜から、木曜、土曜の20時台の番組と金曜の、金曜、プレミアムが終了時間6分を延長し、番組末日6分が、ローカルセールス枠へ転換したため、その枠を行使せず、同時フルネットを全曜日で実施する、系列局でもある。 OK は2014年12月、岡山式宅芸市北区下石井に開業した都市型ショッピングセンターイオンモール岡山の5階6階に新たなスタジオとオフィスミルンを設置し、報道、制作部門を本社から移転した。商業施設に番組制作機能を全面的に移転するのは全国初の試みであり、12月1日より先行してローカルニュースをミルンから放送し、 イオンのグランドオープン日である12月5日より本格的に運用を開始した。なお、本社はマスターを含め、総務、営業、技術部門がそのまま残る。ミルン、旧名称、ミルンセンターは5階にオープンスタジオ、オケイ街中スタジオミルン、6階に報道、制作オフィスとオープンスタジオのスタジオサブが入居する。スタジオやオフィスにはガラス面が設けられ、 一般の買い物客もスタジオでの生放送や番組制作の様子などを見られる構造となっている。今回の移設に際して、OK とイオンモールは西日本の機関店舗となるイオンモール岡山を単なるサテライトスタジオとしてだけでなく地域情報の発信拠点として位置づけるために共同事業展開に関する基本協定を結び視聴者と直接触れ合う機会を増やして 番組作りに活かしたいとして、同店の1階、5階にオープンスタジオを設置、情報、報道番組を中心に活用することになった、主に1階は口実のインターネットテレビ用に、5階は通常のテレビ番組用に使用。また、イオンモールとオケイの共同による、インターネットテレビサービス、花町 TV を YouTube に展開し、イオンモールのイベント、商品情報や、 OK の番組案内などを提供している。これは館内にあるモニターでも視聴することができる。なお、昼や夕方のニュースの OK 制作部分や、ミルニカモン、ナンションなどのミルンスタジオら放送している番組や金箔、などの OK 制作番組も晴れあち TV で放映している OK のテレビ番組だけは、YouTube の晴れチ TV チャンネルでは放送しない。 移転当日の12月5日は、4モール岡山オープンに伴い、同日の9時50分、11時20分、14時16時50分には、オ k ケーか1曲45周年記念特別番組、岡山に新しい街誕生。全部見せます。4モール岡山放送。ゲストに、朝声声、第1部、しずる、第1部、第2部、リポーター兼任、みその、第2部。 山崎祐希、フジテレビアナウンサー、第2部を迎えた。また、翌日、12月6日からは、ミルンの名称を用いたローカル情報番組、ミルンエカモン、ナンションが、放送開始となった。1979年4月の瀬戸内、巡航域圏確立後は、中継局を増やしたりしているが、デジタル放送に完全移行した現在でも、 南市長が100%解消されているわけではない。これは他の4局、特に TSC でも同じことが言える。その反面兵庫県や広島県、徳島県の一部の地域でも受信可能地域が存在する。CH 番号の頭に V がついているものは垂直変化。2011年7月24日放送終了時点。 CH 番号の頭に V がついているものは垂直変化。比較的受信エリアは広く、福山市など、広島県東部や愛媛県東予、兵庫県南西部、鳥取県、高知県のごく一部、さらには系列局のない徳島県北部でも受信できていた。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 以下のケーブルテレビではテレビが区域外再放送されている。特記以外はフジテレビ制作は遅れネットタワ同時ネット当局で放送後、FNS の著作権及び優先放送権が執行した後に再放送扱いで放送していた番組を除く。基本的に西日本放送に一本化していたため番組販売扱いのわずかな番組の放送にとどまった。 の番組は、テレビ瀬戸内の開局後、同局にネット移行された番組男性、女性、男性女性、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。